はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。デンマークの首都コペンハーゲン在住の千春です。寝起き5秒みたいな姿で失礼いたします。本日ですね、月曜日なんですけれども、ほんまやった学校が朝あったんですね。でも起きたのがまあ7時半ぐらいで、でその時にメールが来て、本日休校ですということで、急に学校がなくなりました。前回とかであれば、もうその日のすぐぐらいに先生からメールが来て、今日は娘が体調が悪くって行けなくって、で、自分しか見れる人がいないので、今日の授業はお休みさせていただきます、みたいな感じで書いてあったんですけれども、今日はもう先生からのそういうメッセージも全くないし、なぜ急に当日休校になったのかわからないまま、今もわかりません。で、先週も一回そういうことがあったし、で、その後は先生が娘さんを見てくれる人がいなくって、4歳、5歳ぐらいの娘さんを語学学校に連れてきて、最初は教室の外でおとなしく待ってたみたいだけど、やっぱりじっとできなくって、もう授業のほとんどはその4歳、5歳ぐらいの娘さんが先生の席に座って、一人で椅子でくるくるしながら遊んだり、お絵かきしながら遊びながら、その周りで私たちは授業を聞くという、日本ではまず見れないであろうという光景の授業でございました。で、なんで休校になったかわからないんですけれども、まあ、急にですね、一日何も予定がなくなったということで、久々のリラックスタイムを満喫中でございます。学校があればですね、基本的に化粧をしていくので、まあ、学校の帰りに買い物とかをよくしてるんですけど、ないもんだから、まあ、ご覧いただいたわかります通り、もう起きたて5秒みたいな、今顔でまだ、お昼の1時40分でございますけれども、過ごしております。で、ちょっとね、スーパーとかじゃなくって、いろんな雑貨屋さんとかで、こまごましたものを買いたかったんですけれども、その買いたい気持ちと、いや、もうこの、怠惰な状態からちょっと抜け出すのがすげえめんどくさくて何もしたくない、家から出たくないという自分と今、戦っております。とりあえずですね、顔だけ洗って何もしてないんで、まあ、保湿やら何やらして、そのまま勝手に手が動けば、まあ、多少の化粧もして頑張って外に出てみようか一回ぐらいという気持ちでございます。ということで本日はいろいろおしゃべりしていこうかなと思ってるんですけれどもですね、まあ、まずは前回の火曜日の動画で私のおしっこ問題について、皆さん知識を得られたかと思いますけれども、無事にですね、現在は膀胱炎、腎盂炎なども治りまして、全く正常に尿を足せております。ありがとうございます。で、また最近ですね、私の周りでね、いろいろちょっとありまして、で、私だけの問題とかであれば、全然私そのね、おしっこ問題とかも全然平気で言えるから言えるんですけど、その私の問題じゃないから、その動画ではね、そういう話をしないんですけど、まぁ、ちょっと周りでね、もういろいろ、いろんな方面でもいろんなことが起きましてですね、ちょっと精神が疲弊気味でございます。で、さらに今は、マーカスがオーストラリアに今出張に行ってて、プラスちょっと友達と会ったりとかもするみたいだから、10日ぐらいかな、全部で。オーストラリアに今行ってまして、10日間、一人暮らしを満喫中でございます。デンマークに来てから1年半ちょいぐらい経ちまして、10日間もね、マーカスと離れるなんていうのはまあ初めて、もう、二人ともどっか行くときは一緒やったから、10日も一人暮らしっていうのがもう久々すぎて、バイバイするときもマーカス大丈夫みたいな感じだったんですけど、大丈夫です。何も心配ございません。一人身の期間が長かったものですから、大丈夫です。まあ、寂しくないかと言われたら寂しい気持ちはもちろんありますけれども、だからってその、なんていうの？耐えれないぐらい寂しいだとか、涙が出てきちゃう。あ、ないです。そんなもん全然ないです。どうぞ。ご心配なさらずに。ご覧いただいたらわかります通りですね。マーカスがいなければ、頑張ってご飯を作る必要もなく、お家をきれいに保つ意欲もなく、ザ・怠惰な生活を満喫しているわけでございます。こちらもですね、宅配来たら、着替えなあかんなというぐらいのクリスマスサンタクロースはち切れそうな服 T シャツを着てましたりですね、髪の毛ももう起きてボサボサのまま、顔も洗っただけという状態で基本お家では過ごしております。
で、そのマーカス出張中の間の一人飯はどんなもん食べてるかっていうのを、まあ、動画にしようかなとか今、まあ、軽く考えておりまして、それはこの動画の次の週の火曜日にでも出せたらええかなと思って今ちょくちょく取りだめしているところでございます。もう一人やったらマジで食費が浮く。基本も一食400円ぐらいで生活しておりますんで、現在は何食べてるかなど気になる方はぜひ来週も見ていただければと思います。はい、そしてですね、あとインスタグラム、私のやつ見てくれてる方はご存知だと思うんですけれども、オーストラリアに住んでらっしゃったインスタグラムで漫画を書いてらっしゃるエイミーさんという方がいらっしゃるんですね。で、その方と同じ時期に私もブリスベンに滞在をしていて、で、そのブリスベンでは友達っていうほど親しくはなかったんですけれども、何回か友達の友達みたいな感じで会ったことがあって、まあ一緒に写真とかもね写っていたっていうのが後から分かったみたいな感じの中ではあるんですけれども、その方はインスタグラムのフォロワーがもう1万人超えとかいう、私なんかよりも全然インフルエンサーの方でございまして、で、その方がですね、結構前にインスタグラムで国際恋愛の話を漫画にしたいので、国際恋愛経験者の方のお話募集してますってされてたので、それに私がまず応募したんですね、その時。自他共に認める紆余曲折ありましたカップルなもんですから、これは漫画になるんじゃねえかと思いまして、私とマーカスその出会いから、この結婚に至って今デンマークに住むまでっていうのを、まあ簡単にバーと文章で書いて応募したんですね。まあそしたら見事に当選そしたら見事に選ばれましてですね。そしてそのエイミーさんというインスタグラマーの方に私とマーカスの国際恋愛の漫画を書いていただけることになったんですけれども、それがインスタグラムと、あとはオンラインで読める、無料で読める夜メモっていうサイトであれば1話先読みみたいな感じでずっと配信をされていて、基本は事実なんですけれども、まあやっぱり漫画なので多少こう色を加えたりっていうのはあるんですけれども、まあほぼほぼ実はそのままっていう感じで書いてもらったんですね。で、それが配信されるたびに、まあもちろん私も見て楽しんでたんですけれども、その漫画がですね、ようやく次回が最終回になるということで、ちょっとそのお話をしようかなと思いました。最初の頃は結構、まあやっぱり読んでる方も少なくて、コメントとかも なかったのか、まあ私が見つけられなかったのかあれなんですけど、話がどんどん進むにつれて視聴者の方のコメントも出てきたりして、でも最後の方にはですね、俺もマーカスみたいな男になりたいなんかそういうコメントもいただいたりとかして、そのコメントも含めて私は楽しく一視聴者として読ませていただいてたんですけれども、それが次の木曜日が確かラストだったので、この動画が出た時にはもう最終回も配信されてると思います。で、インスタやったらもちろん無料ですし、その夜メモっていうところのサイトであっても会員登録とか確か何もいらなかった。普通に無料で読めたと思うので、興味がある方は、またこの動画の概要欄にリンクなど貼っておきますので、そちらからぜひ読んでみてください。その漫画の作者のそのエイミーさんっていう方はですね、さっきも言ったんですけど、まあ私はブリスベンでもすでに出会っていて、まあインスタグラムでも別にでも時の私ですみたいな、そんなこと私言わないんで、普通に一フォロワーとして、漫画を拝見していたんですね。で、ある時その私の話を漫画にするって決まって、まあ、ある程度やり取りをしている時にエイミーさんから写真が送られてきて、ブリスベンのクラブで撮った写真だと思うんですけれども、もしかしてこれに写ってるのは千春さんですかって来たんですね。あ、そうですよ私はエイミーさんがあなただっていうことは分かってたんですけれどもみたいな、でも顔出しされてなかったんで、その時は。なんかそんなめちゃくちゃ仲良かったってあれでもなかったし、と思って、ひっそりしてました、みたいな感じで言ってて。
で、エイミーさんは私と出会ってるっていうことはそれ知らなかったから、すごいびっくりされていて。で、私の記憶では、確かエイミーさんは自分でおっしゃってたんですけれども、エイミーさんはオーストラリアにいて、英語を勉強してた時は、なるべくこの日本人を避けて生活していたんですね。で、これは英語を勉強してる人はもう一度は必ず耳にする方法だと思うんですけれども、もう本気で英語を上達したいんであれば、日本人のコミュニティになるべく所属せず、もう自分の周りは日本語を喋らない人、英語を喋る人だけで埋めた方がもちろん上達は早いし、スピーキング、リスニングも能力も上がるんですね。で、日本人の友達といちゃうとやっぱり日本語で喋っちゃうし楽だからっていうので、そのせっかくオーストラリアに来てまで同じように日本人とばっかりつるんで、英語もあんまり上達せず何しに来たんやみたいな、そういう感じの考え方もあるので、エイミーさんはまあそういう日本人をなるべく友達作らないようにして英語を頑張っていたということなんですね。で、私はあんまりそういうこと考えてなかったから、日本人の子とばっかりいたし。で、そのエイミーさんと会った時も、確か友達の友達で一回最初紹介されたと思うんですけれども、私は来るもの拒まずタイプなんで、で、自分から友達になろうよって行くタイプでもないんで、もう本当に向こうから来た人にだけ対応するみたいな 立ち位置なんです、いつも。自分からその遊びに誘おうとか、そんなほとんどしてないんで、誘われたら行きますみたいな感じ。ノリはいいっていう、そう誘われたらね。でも自分からは乗らんっていう感じやったんです。で、エイミーさんは日本人の友達をあんまり作らないようにするってしてたから、その二人がすごく仲良くなるわけもないじゃないですか。だから、そういうイベントとかで会った時に、あ、どうも、みたいな感じで挨拶はして、存在は知ってるけど、詳しくは知らんみたいな立ち位置だったんですね。で、その時顔出しされてなかったんですけれども、顔にこうスタンプを貼ったやつをあげてたりとかされてて、で、それで、あ、どうしてわかったんですかみたいなおっしゃられたんですけど、確か私そのブリスベンにいた時、そんな黒髪で前髪パッツンの日本人の人ってなんかそうそういなかったと思うんですね。だからなんかそれがすごく印象に残っていて、っていうので、あ、すごい、あの人やろな、みたいな感じで。分かったっていう感じ。で、そんなエイミーさんはですね、オーストラリア滞在した後、今はイギリスやったかなに滞在されていて、住んでいて、で、もうちょっとしたらアメリカのどっか、全然覚えてない に行かれるというのをインスタ情報で知れております。で、現在はですね、そのエイミーさんももう顔出しされて、インスタでいろいろ発信をされているということで、基本的には本当に面白い漫画を定期的に更新されてるんですけれども、あとオーストラリア滞在したことある人ならもう絶対みんなが納得するような、まあファームの話だったりとか、あっちでの恋愛の出会いとか、まあそういうのもすごい共感できる漫画もたくさんあるので、めちゃくちゃ面白いです、漫画は。他にも、オーストラリア滞在しているインスタグラマーの方であれば、漫画を描いてらっしゃるおもちさんとか、めちゃくちゃ面白いですし、私が滞在していたブリスベンに住んでいる有名なインスタグラマーの方といえば、あかねさんっていう方が、まあ、日常生活、物価とか、そういう情報を発信されていたりとか、私はもうオーストラリア出てだいぶ経ちましたけど、で、オーストラリアに戻る予定は全然ないんですけれども、まあ、それでもまだずっとフォローして見てるぐらい、このお三方のインスタはめちゃくちゃ面白いです。私とは何の関係もないんですけれども、私の YouTube を見てる方の中にはですね、オーストラリアに移住を検討していますだとか、オーストラリアかデンマークかかな、どっちに行こうか迷ってますとか、そういう方もいらっしゃったので、まあそういう方のためにですね、一応その方たちのリンクなども概要欄に忘れなければ貼っておこうと思いますので、よろしければチェックしてみてください。とりあえず BB クリームだけ塗ってみたんですけれども、こんなん塗ってもね、結局眉毛を描かんことには出かけられないのよ、私は。
この眉毛はもう見えるから白飛びしすぎてる。もうほんと10年ぐらいはマジで、剃ってもないけど、これ以上生えてこないの。なぜなの？昔に剃りすぎたのかしら、抜きすぎたのかしら。めちゃくちゃ薄ない？そもそも。色ないや。色ないし、ガタガタやし、この左右の差が、こう、歪んでるし、書かずには出られないんです、外に私は。でも私はマジで一番化粧の中で眉毛描くのがめっちゃ嫌いなんですね。もういちいちこの左右差を見て、あ、こっち上が足りへんわとか、上して、あ、ここだけ濃すぎてここハゲてるとかも、いいってなるんですよ、眉毛描いてたら。やっぱ昔はオーストラリアいた時も、オーストラリア在住の日本人の方がやっている眉毛アートメイクっていうのもあったから、それをやってたし、日本に何ヶ月か滞在した時は日本のアートメイクを通ってたんで、オーストラリア滞在してた、まあ2017、18、19、20ぐらいはもうずっとアートメイクしてたんで、めちゃくちゃ楽やったんですね、それが。たとえアートメイクが1回5万円ぐらいしようとも、3回ぐらいしないと定着しないとか言われて行こうとも、そのお金を払う価値があるぐらい私はアートメイク流行ったんですけれども、まずここデンマークでアートメイクをしてる日本人なんてもう聞いたことがありませんし、デンマーク人でもアートメイクしてはんなっていう眉毛をしてる方がいらっしゃるんですけれども、マジで漏れなくちょっと変なんですよ。もうほんまに失敗作として、SNS とかで笑いの動画とかで出てくるような感じのアートメイクの人しか見たことがなくてですね、ちょっと恐ろしすぎて、私はここデンマークではアートメイクをする勇気はないんですけれども、まあそれでも次の日本の一時帰国は確か、まあ約2週間ですね。2週間しかないかったら、確か1回しかメイク入れれないんですね。1回入れて2週間以上もしくは1ヶ月以上してから2回目入れるっていうのが確か普通やったと思うんで、私の場合はもう1回しか入れれないんですけれども、だからどこまでそれが私の皮膚に定着してくれるかわかんないんですけど、まあそれでもやる価値はあるかなと私は思いましたんで、今のところはですね、こういろいろ口コミとか大阪アートメイク口コミみたいな感じで調べて、まあ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 全体的に見た感じに良さそうかなというところに今問い合わせしまして、まあ海外に住んでいて、こういう感じでアートメイクしたことありますみたいな感じで言ったら、まあそれだと他店のブラッシュアップになるんで、まあこのぐらいの料金でみたいな感じだったんですね。確かまあ1回5、6万ぐらいしたかとは思うんですけれども。で、アートメイクした後って基本1週間ぐらいはもうずっと眉毛にベッタベタのワセリンを置いとかないといけないんですね。まあだから前髪で隠すか帽子で隠すかしないと、ちょっと大丈夫、あの人どうしたの眉毛ってなっちゃうような感じではあるので、もうほんまにめんどくさいんですよ、アートメイクすんのもね。眉毛を描くっていう行為も毎日ってなったらもうめんどくさいですけど、アートメイクをした後の定着するまでのお手入れっていうのも、まあもうクソめんどくさいんですね。で、私の場合は前髪がない髪型をしておりますので、そんな容易に眉毛を隠せるあれがないんですよね。まあでも今回は冬ですし、まあワンチャンもビーニーとか毎日被ってれば、まあどうにかなるかなとか思って。まあ最悪も地元にいるだけやったら、もうワセリンベッタベタで会っても私の友達やったらなんも思わんやろなと思うので。ちょっと今回はですね、久々にアートメイク再挑戦しようかなと思っております。はい、今 BB クリームの上にエレガンスのお気に入りのお粉をありったけ置いてみました。肌はこれで赤みも収まりまして、まあ毛穴も隠れて、外に出れる状態になったかと思うんですけど、やっぱりこの眉毛がないだけでね、えらい違いですよね、顔は。めんどくさいですけれども、まあ、
描きましょうか、眉毛。はい、結局ですね、ノーズシャドウのやつで、適当にピッピッピッってやってみました。いかがでしょうか？遠目で見たら、わからんのちゃいますか？最後に一つですね、言い忘れていたことがございました。なんとですね、YouTube の収益化が始まったというのはお伝えしていたんですけれども、ようやく振り込みがされました。ありがとうございます。これもいつも見ていただいているずっともの皆さん、そしてチャンネル登録をしていない 50% ぐらいの皆さんのおかげでございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。50% の皆さん。収益化がスタートしたのが6月なんですけれども、私の場合は振込金額まで達したのが8月だったので、2ヶ月かかりました。なんか金額とかそういう詳しいことはあんまりこう言っちゃいけないみたいな情報をどっかで聞いたことがあるので、詳しい話はできないんですけれども、まあ、とりあえず収益化が始まって、無事に YouTube で稼いだお金が自分の銀行に振り込まれるまでになりましたというご報告でございます。ありがとうございます。そしてこれからもですね、よろしければ私の YouTube チャンネル応援よろしくお願いいたします。それでは本当に失礼いたします。本当に失礼いたします。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。This is...